はい、男のロマンライブ、今回はですね、ちょっと楽しいテーマで悶絶周知昭和アイドルキャッチコピー大特集ということでお送りしたいと思います。で、実はアイドルにも詳しい一君に今回特別ゲストで来ていただいてますけど、詳しくないって別に、いやいやいや、こう見えてモームスから今モモクロまでですね、こう生観戦ガンガン行ってますからね、この人。そうね、モモクロは現場数えたらなんかライブだけでももう40な、50回ぐらい行ってたね。まあ、懐かしラボさんに、いちくんと早く、モームスやれって言われてんだよね。そのうちやんなきゃいけないなと、どこ語ろうかなと思ってるんですけど。はい、じゃあ本題に戻りますが、昭和のアイドルにはですね、こう、恥ずかしいキャッチフレーズっていうのが付けられてましたっていうことで、ちょっとこう、クイズ形式で時々いちくんに振りながらですね、話しべて取り上げていこうと思います。まずは王道編。1億人の妹。これ誰かわかります？1億人の妹って言われても。これね、大場久美子さん。古いんですよ。大場久美子さんなんだ。大場久美子さん。まあ本当に1億人の妹って感じだったんでね、可愛くてね。2代目コメットさんですね。で、大きなソニー、大きな新人中のが、桃江さんです。山口桃江さん。はいはいはい。あ、そうそうそう。はいはい。で、抱きしめたいミスソニーっていうのが松田聖子さんなんですね。どっちもソニーだったっていう。爽やか天使ってもう、なんだこれって感じなんだけど。何これです？これね、太ももって言えばわかるかな。太もも？石川秀美さん。あ、秀美さんって、あ、そういうこと？爽やか天使だったんだよ。まあ、この人は本当にバスケットで太ももっても俺はもう太ももでいいじゃんねえかってキャッチフレーズね。まあね。まあ健康的でしたから、本当のね。やっくんの奥さんですよね。100万ドルの微笑じゃなくて微笑み。ああ、微笑ってやめて。これね、石野真子さんなんです。石野真子さんね。はいはいはい。まあ、本当にね、この人はこう笑ってる顔がね、もうみんな虜になって、長渕剛さんまで虜にしたっていうね。やめました。でね、微笑シリーズなんですけど、微笑少女。これね、キョンキョン実はこんなだったんですよ、最初。キョンキョンか。だ、キョンキョンのデビュー当時ってもう松田聖子の劣化コピーみたいな感じでしたからね。はあ、本人がこう、自我に目覚めてこう、ブレイクする前ですよ。まあ、けどそうだよね。なんか途中からだもん。これじゃ売れねえよってキャッチコピーですよね。春風のような少女。少女シリーズ。これね、伊藤司さんなんですよ。はいはいはい。まあ、この子は本当に当時ロリコンとかって言葉なかったけど、なんかそれのなんかこう、具現化されたようなね。そこですよね。金髪さんでしたけどね、出てきたのはね。少女人形とかね。はいはいはい。1億人のクラスメイト。クラスメイトになるんだ。伊藤舞子さん。伊藤舞子さんだ。そうなの。はぁ、あ。まあ、これそれですよ。素敵な国からやってきたリトルプリンセスっていうね。リトルプリンセスっていうのでわかるかなと思うんだけど、岡田一子ちゃんです。あ、はい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 、そうでしたね。サンミュージックのね、秘蔵っ子でしたね。ねえ。で、スイートでキュートな15歳っていうね。ちょっと待って待って。これ絶対わかんないと思うんですけど、島田奈美ちゃん。わかんない。まあ、桃子って雑誌から出てきてね。はい、まあ、菊池桃子の妹みたいな感じのね、キャラでしたね。瞳そらすな僕の妹シリーズ。妹シリーズ。やっぱ妹多いんだね、やっぱアイドル。これね、松本伊代さんなんですよ。伊代さん？そうなんです。伊代はまだ16だからの頃だよね。はぁ。この水着って感じですけどね。今回ちょっと水着の写真を多めにしてます。ジェームス・ディーンみたいな女の子。これ有名ですね。誰だっけ？大沢逸美あ、そうだ。出てこない。まあ、全然出てこない。まあ、デビュー曲がこのタイトルだったんだけどね。はいはいはい。ちょっとボーイッシュってことですよね。うんうん。まあ、みんなの恋人ってなると、お口の恋人ロッテみたいな感じですけど、これ古いです。小柳ルミ子さん。小柳ルミ子さんって、まあ、瀬戸の花嫁とかね、私の城下町って、もう要は、アイドルだったんですね、最初はね。え、そんな人が僕の恋人にもなっちゃう？そうなんです。びっくりする。ワイルドな柔軟性。男性です。男性？わかるでしょ。ワイルドといえば。秀樹ですよ。やっぱ、秀樹さん。秀樹ですよ。恋する季節っていう曲だったんだね。うちのお袋は近所の公園に秀樹が来て見に行ってた。もうちびまる子ちゃんの世界の話だよね、そういうのね。そう。今の世代からするとね。そう。で、次は原産地編というのがありまして。原産地？
フェニックスから来た少女、浅香唯衣なんですよ。宮崎県出身っていうことが売りだったんだよね。あ、宮崎県ね。で、原産地編って言っといて、この人しかいません。そのまんま編いきますね。そのまんま。甘いキャンディーのような女の子たち。キャンディーズなの？まさか。キャンディーズです。そんなバカな。もう、その通りなんだね。ありそれ。西城秀樹の妹。はいはいはい。かわいいな。これはね。はい。このもう、ボディーがすごいっすよね、今見るとね。メタリックなボディーってこうあのね、あの、ジャパンネット高田みたいになっちゃいますけど。俺あれだもんね、あの、このオーディションやるときに、ハウスがお金出してやってたんだよね。ちょっとハウスですよ。うん。ねえ。バーモントカレーですからね。カレーで妹役をつけるためだけに。そう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 。すごい、ね、時代だな。横浜銀杯で妹分って。もうこれは言わずもがな、岩井沙莉さんで。これあの、史上最年少武道館公演記録持ってるんじゃないかな、この人。そうなんだ。うん、ポニーテール、ポニーテールでね。はぁ。歌ってるとかあんま見たことないんだけど、俺実は。全然覚えてない。清楚なお嬢様ってすごくないこれ。もうさ、近所のさ、なんかね、あそこのお嬢様がね、本当にっていうだけの話じゃん、これ。これね、角地佳子さんなんですよ。はぁ。絶対わかんないです。JJ かな、モデルなんだよね、この人ね。あ、そうだね。もう清純派の清楚なお嬢様っていうね。国民的美少女。もうこれはもう説明不要だと思いますけど、まあそうですね、国民的美少女コンテストで優勝したんです、この人がね。後藤久美子。もうそのまんまですよね。まあまさかジャン・アレジと結婚するとはって感じでしたけどね。そこがびっくりだろ。次は、えってやつです。初めての味っていうね。もうあの、アイドルのキャッチコピーじゃない、食べ物のキャッチコピーになっちゃってるんですけど、これ何なのかっていうとね、ピンクレディーの。全然予想つかないでしょ。そのキャンディーのような女の子たちがキャンディーズだったってのもちょっとあったのかな、なんかわかんないけどね。で、味。で、キャンディーじゃないんだよ、この人たちは。なんだかわかんない味っていうことで、ピンクレディーっていう。ちょっと雑じゃねっていうのあるんだけどね。未紹介の桃江ちゃんって、このなんとか界の桃江ちゃんっていっぱいいたんですよね。アダルトビデオにもいましたしね。もう各スポーツ界になんとか界の桃江ちゃんって山ほどいたんですけど、民謡界の桃江ちゃんはこの人です。はい、金沢明子さん。イエローサブマリン温度ですね。この時も幸せ温度って歌で、あの、B 弁がおっぺけ踊りっていうのが俺すごい気になってるんですけど。おっぺけ踊りってなんだろう両面振り付けって下にちっちゃく書いたんだけどね。で、リアル 100%。ちょっとライブ時代がね、新しくなった感じがしますけど。急にだ。これも絶対わかんないと思いますけど、菊池桃。はぁ。まさかこの人がママタレになって、未だにね、あんな風なキャラでこう、芸能界で長生きするとはちょっと思えないぐらい、本当になんかこの人ってこう、擦れてないね。なんか、桃子白書っていうでっかいなんか写真集があって、それで唯一水着になってて、もうめちゃくちゃみんなで貸し借りしてましたけど、当時ね。高くて買えないんだよ。こんな豪華本で。フォーリーブスの弟。わかるこれ。ジャニーズとかだからなんだ。めちゃくちゃメジャーな人ですよ。郷ひろみとかじゃないですか。そうです。郷ひろみさんです。あ、フォーリーブス。フォーリーブスの弟だったんですよ。まあ、この人は本当にデビューした頃っていうのはもうなんかこう、ジェンダーレスだよね。今で言うとこのね。そうだよね。もう男の子女の子って曲のタイトルがありますけど、本当に女の子みたいなね。そうですね。美少年でしたね。YMF 正面突破渋が期待もうなんだかわけわかんないんだよねこの辺になってくると YMF ってヤックンモックフックンなんだけどってことだよね正面突破ってなんだよって話なんだよ俺なんか中学の時になんか女の子たちが卒業の時の発表会でバージンショック歌っててこいつら意味わかってんのかなと思ってショックショックバージンショックってやつねあの、渋垣隊のジャポニズム路線はちょっとブログに詳しく書いてますので、ちょっと読んでみてほしいですけど、あの、渋垣隊のあの楽曲の世界観は俺はすごい完成度だと今だに思うけどね、歌詞の。日本初世界行き。これはアイドルなの？少女隊です。あ、もうね、当時からやっぱね、グローバルシェアだったんですよ。まあ、グローバルっても当時アジアでしたけどね。まあまあ、そうです。日本よりアジアで売れるっていうね。へぇかわいらしい演歌ホップ。これわかんないと思う。雑だな、これ。演歌の人じゃないんですよ。あ、そうなの？うん。野口五郎さんなんです。どういうこと？すごいでしょ。ワイルドな17歳秀樹。
フォーリーブスの弟、郷ひろみ。可愛らしい変化フォープ、ゴローっていう、この3人がユニット組んでたんですよ。闘魂三銃士っていうね、違うか。闘魂三銃士じゃね。五三家、新五三家ですね。新五三家。演歌の人だったんです。くくりで言うと、その人。あ、そうなんだ。もう、この辺になってくると、って感じなんだけど、九州最後のスーパースターっていうのが、これバンドなんですけど、海援隊じゃないですよ。海バンドなの。あ、海バンドなんだ。おかしいでしょ。別に九州最後でもないしね。九州ってイメージ自体があんまないしね。俺も福岡なんだけど。荒れ果てた荒野に太いホースで水をまく。何言ってんの吉田拓郎さんなんですよ、これ。まあ、時代を感じるよね。なんか、俺何言ってんのって言いながら吉田拓郎って言った瞬間になんか納得しちゃった。すいませんでしたって感じでしょ。そう。古い船を動かすのはっていうなんかほら、あるじゃないですか。あの辺の世界観から来てるんだろうなと思うんだけどね。もう一回言いますけど、荒れ果てた荒野に太いホースで水をまく吉田拓郎。しっくりきたわ。しっくりきたよね。まあ、いろんな意味でこの人は音楽界を変えた人ですからね。まあ、そうですね。はい、次はうまいこと言ったつもり編です。ありそうだね。ハートはまっすぐっていうね。もう誰でもいいじゃねえかって話なんだけど、こうなってくると。ってことになるよね。うん。荻野目洋子ちゃん。おー。当時は荻野目恵子さんの妹で、アニメみゆきの声優の子っていうデビューだったんだよね、この子は。そうか、みゆきか。そうなんですよ。みゆきの声優だったんです、この人ね。ダンシングヒーローの前の荻野目ちゃんのシングル結構好きで。なんだっけな。未来航海セーリングとかね。あのいっぱいいい歌があるんですよ。これもちょっとブログで取り上げてるので好きな人読んでみてほしいんですけど。はいはい、俺博多スターレンで一緒にボーリングしたことがあるんで。あ、そうなの。はい。ええー。まあ、これは名前が入っちゃってますね。時代だって雪に染まる。はい。斉藤由貴さんで。もう本当に俺これ斉藤由貴って言うと思い出すのが、その当時格闘王だった前田明がメロメロでね。本当そうでしたよね。もうこういうその青春派のぽっちゃりの顔に、この肉感的なボディっていうのがもう前田みたいなタイプからすると一番弱いんだなっていうね。もうメロメロでしたからね。すごかったよね。すごかったあれは。で、胸騒ぎ、ざわざわざわって、この辺ね、うまいこと言ったつもり編っていうのは、この句読点がと丸がついてるんですよ。あ、これが当時のこの80年代のこうキャッチコピーのコピーライターとか出てきた、糸井重太笹さんをはじめとする。なんで、こういう文章が増えてるんですね。で、これ誰かっていうと、ざわざわざわなんで3人なんですよ。少女隊なんです。少女隊さっきも出てきたじゃねえかって話なんだけど。はい、はい。で、この人たちいっぱいキャッチコピーがあって、で、公式になってるやつよりも、一番みんなが知ってるのが、一心同体少女体で、これが一番よくできてるんだけど、俺からするとね。確かに。この人たち、実はあれだけじゃなかったです、本当のデビューの時は。そうなんだね。まあ、なんていうかね、広告宣伝費にお金かけすぎて、事務所が傾いたっていうね、なぜか日本で売れずに、アジアでめちゃ売れたっていうなんか謎のアイドルで、これもブログに書いてましたので、好きにしていたら読んでみてください。はい、これも名前入りですね。純奈でようこ、はい。これはまあさっきの斉藤由貴さんとね、路線一緒ですよね、名前が入ってて。これはもう言わずもがなで南野陽子さん。この人も当時、オーレっていう雑誌でこう水着やらされてたんですよね、デビューした頃はね。まあ二代目スケバンデカですけど。ですね。もうこの辺ね、もうハニカム君がって何なのっていう。まあ、まあ。これね、水野君子。知ってる？水野君子。水野君子って分からんな。まあ、なかなか一般の方は知名度ないでしょうね。この人は篠山紀信が当時やってた写楽とかでも、グラビアがね、良くて。まあ、伊藤司さんと並ぶその道の人にはたまらないアイドル。でした。そうだ。出ましたね。ひろことゆうじ。何度ノートに書いたっけ？これは角川春樹さんじゃないのかな？角川春樹さんってこの当時全部やってましたからね。角川文庫とかのキャッチコピーもね。まあこれはもう言わずもがなで、薬師丸ひろ。これ本当に角川春樹さんの、今ちょっと俺自伝を読んでるんですけど、角川春樹さんがもう薬師丸ひろ子を発見したってやっぱ本人言ってて。これはもう発見されたんだよね、この子はね。なんとも言えないなんかこう、魅力ね。そうね。野生の照明から出てきてね。いや、当時のテレビでこうバリバリ出てるアイドルと全然違うオーラがあってね。この人と菊池桃子っていうのはやっぱちょっとこう違う角度からこうなんかアイドルを広げたっていうかね。なんか、あれだったなと思いますね。で、さらに、もうムカついてくるぐらいの、さっきのでもちょっとムカつくんだけど、
もっとムカつく編です。これなんだよね。私の、これ王子様じゃないんですよ。卵なんですよ。卵？本当だ。王子様みたいに読めるんだけど、卵様でスーパースターが来てコトンっていうのがもうなんかもうすごいあざといでしょ。まあ、王子様だから男なんだよね。王子様って言わないで卵様っていうのはな、何わかんないんだけど、なんか。大江千里なんですよ。もう書いてあるでしょ、この潜在に。は何言ってんだろうなっていうね。ほんとそれ。ふんやり静かと、ほんわか秋子と、しっかり巻き込んで、後ろ髪引かれたいになったのさっても言っちゃってますけど、この三人、もう、このキャッチコピー、ほんと、虫図が走ったね、聞いたとき。まさか、秋元さんが書いたんじゃない？いや、かなってね、だったら余計にムカつくんだけど。ね。まあ、まさかね、この中からキムタクの嫁と国会議員が出るとは誰も思ってなかったですけどね。で、まあ、さっきのはちょっとムカつく編でしたけど、ここからはこう笑える編です、ひたすら。ジャンプするカモシカって、もう、すごくないこれ。よくカモシカのような足って言ってるけど、カモシカの足のような足だろうってね、言ってる人いましたけど、その、浅野ゆう子なんですよ。とにかく日本人離れしたこの足の脚線美っていうのが当時やっぱりね、すごくて、ジャンプするカモシカっていう。もう、褒めてんのかそれっていうね。素晴らしいですね。素晴らしいでしょ。考えた人は。飛び出せビーバー14歳。バカなんじゃないの？これ、高坂みゆきちゃんなんですよ。この高坂みゆきさんっていう人が、ある一定の世代まで、長崎ひろみが出てくるまでかな。なんかその、うんうん、周りにいる人の中で一番可愛い人みたいなキャラクターで、うんうん、身近にいて、実はこんな可愛い人いないんだけど、なんか誰かに似てて。うん、そうね。とにかくこの人を嫌いっていう男の人いないんじゃないっていうぐらい、なんか高坂みゆきさんって人気なかった、なんか。なんかあったあった、もう、なんか身近な人っぽくいいっていうか、なんて言えばいいんだろうね。なんていう、なんかこう、ね。うん。勝手な親近感で、芸能人じゃないんだよね、感覚が。そうなのよ。なんか職場にいる一番可愛い人とか、学校にいる一番可愛い人みたいな感じの、謎の。俺からするとね、そう、だから1年の時に3年で一番綺麗な先輩みたいな感じの、ね。そうそうそう、そういう感じなんだよね。この高坂みゆきさんの魅力っていうのはこう、俺はずっと気になってるんだけどね、何だったんだろうかっていうね。登れ太陽くん。は？これ田川陽介。どう考えてもね。田川陽介だったらルイルイでいいじゃねえかって話なんだけどね。もうそのまんまで、ね。もう今や路線バス乗っちゃってますけどね。レッツゴーヤングの司会ずっとしてましたよね。やってたね。やってたやってた、はい。アポロが月から連れてきた少年。時代を感じますよね。すごいね。ピーターさん。もう、このビジュアルさ、なんか納得いくじゃん。この世のものとは思えない感じがするよね。えぐいな、これ。シリーズ。ピーターみたいな女の子。もうなんかよくわかんなくなっちゃってるんだけど。これはね、オフィシャルかどうかわかりません。ネットでちょっとたまたま見つけたんで、面白かったんでセットでしたんですけど。はい、はい。ケンナオコなんですよ。わあ、ケンナオコで言うとこのデビュー曲。大都会のやさぐれ女っていう、もうこのタイトルが素晴らしくて。で、B 面がごめん遊ばせっていうね。なんか当時本人がやっぱり2枚目のなんかすげえいい歌歌わされて、合ってなくないって自分のキャラとってやっぱ思ってたってね、言ってましたけどね。歌うまかったですからね、この人ね。まあそうなんですね。はい、出ました。超有名なやつですね。まだ誰のものでもありません。今でも誰のものでもないけど、ね、そうなんだよ。それがもうね、この時からこう、その呪縛がね、未だに誰のものでもない井森美幸っていうのは有名ですけど、ね、お友達にしてくれませんかって。ちょっと待って、ちょっと、何これ。渡辺恵子っていうのが、これ絶妙じゃない？すごいね。恋人にしてくれませんかじゃないんだよ。お友達にしてくれませんかなんだよ。控えめでしょ、なんかすごく。なんかその要は、そこまで、日本、なんか国民の恋人とか妹とかって言わないで、お友達でいいんですけど、みたいな。この辺がこの渡辺恵子ってキャラを表してるなと、俺は結構よくできてるなと思うんですけどね。宇宙一のメロンパイ。すごいでしょ、これ。もう、パイ巨乳系ですよね。まあもっと言っちゃえばイエローキャブ。そう、小池恵子そうです。はい、あ、そうなんだ。もう今や、見台所ですからね。ね、北条政子になっちゃってます。まあ本人が言ってましたけど、その顔がきつすぎて、うんうん、グラビアでは本人はやっぱブレイクできなかったってね。うんうんうん。
綺麗すぎちゃうんですよね、ちょっとね。まあ、そうか、ね。この人本当に年取って女優になってからの方が魅力的ですよね。本当に、まあ、すごく素晴らしい女優さんですけどね。ね。その人が宇宙一のメロンパイと言われていたと。ひどいなっていうね。はい。さらに、そりゃあんまりだろへん。さっきのまではまだね、褒めてるんですよ。こっからね、褒めてるかどうかも微妙になってくる。ちょっとエッチなミルキー一個。これ有名ですよね。それはね、本当にね、人間不信になってね、芸能活動もやめちゃいますよ。ほら、これは本人やむよね。やむよ。ひどいよね。ひどい。ひどい。これはひどいと思う、俺も。よくそんなね、抱きしめたいミスソニーがいるんだよ、松田聖子。うん。うん。それに対してさ、もう一人の歌姫をさ、ちょっとエッチなミルキー一個つったやつの担当者出てこいって話だよね。本当だよ。これはひどい。ちょっと、ちょっと、もうちょっと変な女の子って言っちゃうんだよ。もうひどくないか、これ。デビューするんだよ、これから。出すなよって話なんだよ。網浜奈緒っていう。網浜ってそうだったの？ちょっと変な女の子。ひどくないですか？ひどくないですかっていうね。親御さんから文句言われなかったのかなと思うんだけどね。ねえ。ジャニーズ事務所の落ちこぼれ。誰だっけ？出てこねえな。男組です。ああ、そうだ、そうだ、そう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 。多分これは当時褒め言葉のつもりで言ったんだと思うんですけど。まあ今はそのなんかこう一生懸命こうスマップの連中とかがこう、いや、彼らはすごかったっつってね、尊敬してるとかってこうなんかこうもう一回盛り上げようとしてるみたいですけど、いやいや落ちこぼれでしたよねって話ですよね。もうこれが一番ひどいかもしんないな。クラスで5番目に可愛いよな。まあ可愛いとは言ってんだけど、5番目なのかっていうね、その2番目とか3番目じゃダメなんですかっていうこう、失礼だ。桑田靖子っていうね。うん。うーんっていう感じですけどね。おきゃんなレディっていうもんね。これもちょっとね。これノリピーなんだよ。あ、ノリピーなの？ノリピーなんだよ。で、この坂井のり子っていう人は、まぁちょっと後の事件を置いといて、当時は本当にサンミュージックで、まぁ、あ、ね、松田聖子、岡田由紀子に続く、うん、本当に期待の新人なんだけど、このキャッチコピーが表してる曲もね、とにかくもうずっとなんでこの曲歌わせちゃうのっていう曲が多くて、男の子になりたいがデビュー曲でしたけど、そうね。そっからそのもう夢冒険、のりぴー4度ぐらいまでもなんか何歌ってんのかわかんないような感じの曲ばっかりで。うんうん、俺入院した時に友達がなんか、坂井のり子ベストっていう CD を嫌がらせて買ってきてね。好きでもなんでもないのに。なんで俺はこれ、もうラジカセしかなくて、はい、なんか CD ちょっと持ってきてくんないっつって、俺ん家にあるやつって頼んだんだけど、そいつなんかわざわざちょっと買ってきてやったよって言って、一枚だけその、のりぴーベストっていうのをこう置かれて、それ聞かざるを得ないって時期があって、一時。もう本当にその男の子になりたいとノリピー運動しか聴く曲入ってないんだよ。ひどいなと思いましたね。そのサンミュージックともあろうものがね。なんでこんな売り出し方しちゃったんだろうな。もったいなかったなと思うんですけどね。マリーちゃんはヘビーメタルっていう。まあ、浜田マリさんですよね。あと、本人からすると思い出したくもない過去かもしれませんけど。幼児がなくて名前が二つ。これはもうあの、古い方で、しかも超大物です。これかなり難しいよね。考えりゃわかるんだけど。名前が二つ。まあ、名字が名前みたいな名前、名字ってことですよね。ってことだよね。うん。千秋直美さんっていう。ああ、惜しかった、千秋直美か。っていうか、他になんか言うことなかったのかっていうね、この人の場合ね。ねえ。歌だってうまいし、伝説の今や歌手ですよ、この人はね。まあそうですよね、本当にね。気持ちよく悲しい男。悲しい男？新沼謙治って。本当に売り出そうとしてんのかな、バカにしてんのかなみんな。まあ、ちゅうわけで、一気にダーッとご紹介してきましたけど、ちょっとこの中で俺とその一くんで、こう、ちょっとあの、ベストワンを決めたいなと思うんですよ、この後。ほう。まあ、いっぱいあったと思うんですけど、はいはい、バーって言った中で今一番覚えてんの何まあ、いっぱいありすぎてね。まあ、好きなやつでいいっすわ。やっぱ一人が難しければ三つでもいいですけど。あ、一つはそのあれ、ジャンプするかもしか。はね、まあ印象に残った。印象に残った。うん、若すぎて。バカ負けした感じ。あとはなんかね、バカだなと思いながらも、いいとも思わないし、悪いとも思わない。あ、そう。うん、じゃあ、一くんの一押しはこのジャンプするかもしか、浅野ゆう子さんと。どんどん俺の変態度が分かっていく感じになってくる。やだな。俺はね、飛び出せビーバー14歳
飛び出せでビーバーで14歳なんだよね。なんだか、すごいね、それはそれで。高坂みゆきを見て、14歳で飛び出せビーバーだな。っていう、その、事務所の人たちというか、その、スタッフの当時のね、ブレーンの人たちのその、会議の場でね、いろいろ多分上がったと思うんですよ。飛び出せビーバー14歳じゃないっていう、この、なんか打ち合わせの場所を想像するともう、なんとも言えないんだよね。まあ、あとはその、5番目に可愛いっていうのも笑えるんですけど。あとはお友達にしてくれませんか、ね、お友達にしてくれませんかも結構いい線いってるよね。うん、これはちょっと、まあ、秀逸って言っていいのかどうかあれだけど。あとあの、この気持ちよく悲しい男っていうのもすごいなんか染みないなんか。まあまあ。まあなんかこの辺かな。うん、確かに。まあ、ねえ、ちょっとぜひ、あの、皆さんのベストもちょっとコメントしていただけると嬉しいなと思いますけど。今はこういうキャッチコピーというか、もう新人ね、アイドルっていうその売り出しの枠自体ももうないしね、どっかで終わっちゃったんでしょうけど、ね、まあこれあの、プロレスでいうとこのね、あの、不沈感とか燃える闘魂とかね、うん、黒い呪術師みたいなもんで、このアイドル界とこのプロレス界っていうのは必ずこれがあるんだよね。まあ他のね、あの野球とかでもその、例えば、忍者とかね、そのなんか大魔神とかってあったりするけど、はいはい、全員じゃないじゃないですか。そうですね。うん。なんかこの辺がそのアイドル界とプロレス界っていうのがすごくなんかこう、似た者同士というかね、あの。まあでもそのタレントの知名度と比例して有名でもないところがね、非常に面白くて。確かにそうですね。デビューした時はこういう風にしたかったんだけど、全然違う、その小泉京子さんなんて一番いい例だよね。あ、そうですね。微笑み少女じゃないじゃないですか、全然。全然違いますよ。うん、まあ、それで言うと、ちょっとエッチなミルキー1個の中森明菜さんなんかがまさにね、何言ってんだよって話なんだけど。とひどいわ。まあ、なかなかこれは面白いネタなんで、いつか取り上げたいなってずっと思ってたんですけどね。まあ、そういうわけで今回は、昭和アイドルのキャッチコピー、キャッチフレーズについて、ダーッと取り上げてみました。皆さんのぜひ好きなナンバーワンキャッチコピーを教えていただければと、コメント欄にお寄せいただけると嬉しいなと思います。はい。そういうわけで、私の番組は、こういう昭和のエポックメイクをですね、いろんなことを取り上げてブログと連動して行っております。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の番組でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。